吉田さん、ボーナスですか。懐かしいですね。夏のボーナスが壊滅的。私ボーナスね、サラリーマンの時に7年間もらってました。1年間3回あるんですよ。春夏、あと決算賞与っていう風にね。いや懐かしいな。そして私が会社をやり始めてから、なぜか社員にボーナスあげるようになってましたね。あんなの最初からボーナスないよって言っときゃよかったですね。でね、夏のボーナスがなくなったとかね、減らされたとかね、もう今更ね、甘えるなと思いますね。ボーナスとか専業主婦とか、いまだにそんなこと言ってるのかと思っちゃいますね。まあむしろボーナスなんて自らもぎ取ってくるもんだというふうに今は思います。まあ言ってみれば、ちょっと20万くらい欲しいなと思ったら、マーケットから取り出すことが私たちはできますから、まあ、そうすればいいんじゃないかなと思うんですよ。年金にしてもそうなんですよね。会社や国が年金を保証してくれるとか、そんな時代じゃないと思いますよ。なんかね、自助公助とかなんかいう言葉もありますけども、ご覧の通り当てにならないわけですよ。インチキなわけですよ。で、他人任せ、国任せ、会社任せは、まあ騙されるということなんで、もうね、基本的には期待はするけども依存せずで、まあプラスアルファで出たらいいよねぐらいでね、基本的には自分で何とかしようかなと思ってます。アイスクリームでね、面白い YouTube チャンネルが私のところに飛び込んできました。チャンパーヒロ TV と言いまして、なんかね、定年後のリアルっていうテーマです。多分ね、この人65歳以降の方でしょうね。定年した後どういうふうに暮らしているかとか、暮らしていくかとか、まあ動画一本も私見てないんですけども、サムネイルだけなんですよ。まあ、こればっかりやってますね。うん。セカンドライフをどう楽しむかっていうのね。で、それぞれ動画は数千回から数万回、数十万回という、かなりのポジションを取ってるんですよ。で、チャンネル登録2万人ちょっと、2万1100人ですね。ということなんで、この方の月収は、おそらく私の月収から計算すると、40万から60万の間だと思われます。ね。この方のように、YouTube っていうね、テクノロジーが、10年ぐらい前ですかね、日本に入ってきたと思ったら、きちんと YouTube っていうものを理解して、利用して、発信して、まさにね、40からパソコンじゃないですけども、60過ぎからパソコン始めて、こうなるわけですよ。ね、この方が特に優秀だということは分かりませんけども、まあでもね、サムネイルもちゃんと作って、まあサムネイルっても写真にね、写真の背景が見えないぐらい文字をバーンと埋めてるだけなんでね、あまりいいサムネイルではないですけども、いやでも十分ですよ、これだけくっきりはっきりしてたら、登録者5000人への道とかやってますね。こういう時期もあったんですね。おそらくこの方は2年ほどでチャンネル登録2万人ぐらいになったんじゃないですか。トップページ見るだけですけど、見てるだけですけども、そんな風に感じますね。ということでね、やっぱこう自分でできるということなんだと思うんですよ、何もかも。で、自分でやれば、やった自分が応援してくれるし、やらなければやらなかった自分が足を引っ張るしということなんだろうなと私は思いますね。ということで今回は以上でございます。いってらっしゃい。